現場近くのブッパー川現場そばのタフィーを題材にした壁画タフィーはドイツ国内のサーカスで飼育されていたメスのアジアゾウである。このゾウはブッパータールで1950年に発生したモノレールからの転落事故で命拾いしたことで有名になった。なお、タフィーはおそらく英語風の発音と思われるが現地のドイツ語ではトゥッフィに近い発音で呼ばれている。 1950年7月21日、サーカス団の団長、フランツ・ワルトホフ,フは、当時3歳の小僧だったタフィーを購入した。タフィーは、ブッパー川に架か,かる、モノレール路線である、ブッパータール空中鉄道の車両に、宣伝のために乗せられた。タフィーは明らかにモノレールを怖がっており、方向して暴れ、モノレールの車両内を走り抜けた。そして、車窓のガラスを突き破って、 5メートル下を流れるブッパー、川に転落してしまったが、電部にかすり傷を負っただけで命拾いした。モノレールの車両内はパニック状態になり、数人の乗客が負傷した。団長は川の中のタフィーを助け上げた。この騒動のため、団長とタフィーのモノレール乗車を許可した係員の双方に罰金が課せられた。1968年にタフィーは、 シルク・アレクシス・グラスに売られて、そこで1989年に生涯を終えた。現在、事故現場そばの家屋の壁面には、タフィーを題材にした壁画が描かれている。ブッパータール市の観光案内は、タフィー関連のお土産の情報を提供している。なお、1970年には、タフィーの起こしたこの騒動を題材にした子供向けの、絵本、タフィー・ウント・ダイ・シュエベバンが出版された。 ブッパータール空中鉄道は1898年に着工し1901年に開通した現役最古のモノレール路線である。ありがとうございます。